こんにちは、マーシーです。ご視聴ありがとうございます。本日もですね、静岡県遠征という形でね、静岡県の方にガサガサに来ております。前回に引き続きましてね、ちょっと場所を変えてきたんでね、こちらもまた違う魚入ってくるんじゃないでしょうか。はい、気になるところですね。で、ね、早速ですけれども、どんな生き物いるか楽しみですね。ガサガサやっていきましょう。おいるやん。ちょっと待って待って待って、残念。うわ、いるやん。うわ、嬉しい。うー、元気元気元気。あー、痛い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 、爪痛い爪痛い。うわ、元気めちゃくちゃいいやん。うわ、来た、石亀ですね。はい、日本固有種準絶滅危惧種入りました。うわ、嬉しいな。静岡来て初めての亀が石亀っていうのがマジで嬉しい。欠損も全然ないし、元気な個体で嬉しいですわ、僕は。じゃあな、ほい。あー、いるいるいる。おい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 、いたね今。そう、なんか見えたなと思ってチラッと掴んだ、掴んだぞ。よいしょ。あー、クサガメ。石ガメ捕まえてすぐでしたねこれ。はい、外来種ですね。まあちょっと石ガメ捕まえた瞬間にいたんで、ちょっとこれは遺伝子汚染ちょっと怖いですね。一応捕獲しておきましょう。ちょっと待って、なんだこれ。え、今動いたよね。おいしょ。はい、カメパラダイスだなここは。いろんなカメが見えるぞ。はい、すっぽん。はい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 。おお、ちょ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 、うわ。ちょちょ、はい、すっぽんです。おう。元気だな。あ、ちょちょちょ、いやー、すごいね。クサガメにイチガメにスッポンがいました。次はミシシッピかな。はい、じゃあね。いるねー。いたぞ。いや、ここの川分かってんな、すごいな。あら、ここの川。はい、これは何ガメか分かりますか。ここまで来てね、いやー、クサガメ、イチガメが来て、クサガメが来て、スッポンが来てって感じだったんですけどもね。はい、ついにこの子も来ました。ミシシッピアカミミガメ、ね、こいつはオスですね。はい、この川、俺の動画のことをすごい理解してくれてるぞ。おお、またおりやん。これ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 、またおりやん。おお、お前もなかなか大きい。おお、ほほほ、おお、早い早い早い、クソ早い、クソ早い。ちょちょちょ、待って、めっちゃ早いぞ。待て待て待て。はや、早い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 、めっちゃ早い。あ、ちょっと待って、あっちか。旋回能力高っ。魚みたいな旋回能力してるんだこれ。あー、死に、あー、さまったけど、あー、逃げられた。入った、よっしゃ。わー、さっきのでっかい。やっと入った。めっちゃ格闘した。あ、うわ、めっちゃ格闘した。はい、すっぽんです。さっきのよりも大きいですね。あ、怒ってる怒ってる。あ、うわ、こうわ、今回の川面白いな。すっぽんがいる。こわーって言ってる、こわーって。あー、こえー。元気だね。いるいる、お尻が見えてるぞ。おい、逃げるだ。ちょ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 、待ってよ、逃げられた。いや、でっかいね。さっきのオスでしたけどね、今度はメスが取れましたね。うわ、またスッポンいるわ。うわ、うん、まっ、ちょ、逃げんのマジうまい、スッポン。いや、普通のカメとはレベルが違う。あー、いた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 。あれ、いや、まだいる。うわ、いた、よいしょ。あ、いやいや、君がいると網が壊れそうになる、怖い。よいしょよいしょ。あ、はいはいはい、怒ってるね。ファーファー言ってるね、ファーファー言ってるね。うわー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 、連続攻撃や。なんじゃこれ、え、やばくねこれ。もしかしてと思うけどさ、お前らさ、全部、あー、やっぱり、雷魚だ。うわ、雷魚だ。
うわ、やっぱりそうや。あ、そうか。こんぐらい大きくなってもまだずっとみんなで一緒に泳いでんだ。はい、いつしかね、千葉県の遠征に行った時に雷魚の卵をですね、羽化させて飼育してたんですけれども、みるみるうちに数が減っていってですね、いや結構ね、結局全滅しちゃったんですけど、いやなんか群れすげえ似てるなと思ったら、これうわ成長したらこんな感じになるんだ。え、これ多すぎじゃね、あの量ほぼほぼ1回で産む量ほぼほぼ全部あれじゃねえか、これいるんじゃないか、これやばいな。いやいや、おかしい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 って、なんやこれおかしいって、一発でこんな取れるんだけど、これ雷魚が全部羽化したらこんな感じってこと、羽化してうまくいったらこんなにもいるもんなの。結構稚魚の段階でもうすでにほとんど死ぬって聞いてたんだけど、こんなにも取れる、やばすぎでしょ。お、いい、取れる取れる取れるだけ取ろ、この数はやばいわ。親の雷魚全然見てないけどね。親いた、親正面見えづらいだろうけどいますわ親お前の子供たくさんもらっちゃった。あー早っ、うわー逃げられたな、親いました親いた、ごめんな、子供大量に誘拐してるわおいおいおい、そんな浅瀬まで行って大丈夫か全員闇の中入ってくるぞこいつら全員闇の中入ってった。そこまで浅瀬に行ったらもう無理やろ君ら。よいしょ取れすぎ、よいしょ、ういこれ終わってんなこれはやばい。さあという感じで戻ってまいりました。今日の川面白かったのはスッポンが多かったですね。ミシシッピよりもクサガメよりも石ガメよりも多いということでね。そして今回の持ち帰りはですね、こちら、はい、やべえ雨降ってきたな、やば、これ降るぞ、はいですね、と、はい、こちら、ゴミ一袋分ですね、と、あとはこちら、あー、ちょちょ、逃げる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 、ぴょん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 、逃げる逃げる、雷魚ですね、はい雨やばい、ちょっと待って、はい、こちらね、お持ち帰りしようと思います。外敵もね、ここあんまり多くなさそうなんですよね。ブルーギルもブラックバスもいなかったりするんで、そういった点が雷魚のね、生育にかなりプラスになっているんじゃないかなっていう風に考察してみたりします。では今回の動画は以上になります。こんな感じで一応外来種をですね、まあ飼育したり駆除したりしているんですけども、そういった活動であったりとか、はい、ゴミ拾い活動を一緒にですねしながらですね、ガサガサだったりとか生き物をいろいろ捕まえるチャンネルになります。もしよろしければね、チャンネル登録高評価等もぜひよろしくお願いします。雨の中ですけれども最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。やばい。はい、なんとか静岡から滋賀まで帰ってきました。開けた瞬間めっちゃ跳ねてきそうで怖いんだけど大丈夫かな。ドン、一応大丈夫。うおー、跳ねる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 。オッケー、この2匹で100匹。はい、100匹。ちょっと一回見ようか。はい、この中にすでに雷魚が100匹います。やばいね、これでね200匹ですやば、200匹です。まだ余ってる。今現状これで200匹。これ90センチ水槽ですからね、うん、取れねえあ、いたいたいた、222匹。もしかしてちょうど222匹だったりする。お、すげえ。はい、ということでね、今回捕まえた雷魚の数ですけれども全部で222匹ですね。まあ、またねなんかできればいいんですけどもね、これからまあ数減っていくでしょうけれども、どんだけ大きくなっているのか楽しみですね。